はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。ちょっと開封の儀が続いておりますけども、荷物が来ました。はい、何を買ったかと言いますと、サムネで分かってますよね。早速開封の儀をしていきます。マーシャルのコード25というアンプを私買ったじゃないですか、ね、見えますかね。一応今ねちょっとやってみましょう。マーシャル25というアンプを買って非常に使い勝手がよくって、あんなにいい音がしていいアンプだと思わなかったんですよ。で、普段はスマホでやってたんですけど、パッチの切り替えとかをねこうちょこ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 回すのって結構やりにくくってそれでいろいろ読んでると、こうペダルが、専用ペダルがあって、ペダルで結構なことができるようなことが感じ取れた、読み取れたんですね。まあ、いろんな説明とかを記事を見てると。で、お値段も、まあ、59.99 だったんですね。スイートウォーターっていうところから買いました。はい、ギターセンターじゃないんですよ。なぜかというと、スイートウォーターは非常に、あ、なんか網いらないって言ったんだけどな。スイートウォーターで買うと必ずこういうねキャンディーついてくるんですよ。これキャンディーで、僕別に食べないからノーキャンディーリクワイアドプリーズって書いたんですけど、まあ、それでも送ってきましたね。多分送らないといけないのかな。いらないんだけどな。で、まあ、こうやって必ずね、スイートウォーターっていうステッカーがね、ついてくるんですよ。ステッカーが。で、スイートウォーターっていうのは、まあ、ギターセンターにある意味対抗してるというか、そういう感じのね、オンライン系の割と大手だと思います。で、ここは対応が非常に良くって、物を買ったら必ず向こうから一回連絡、電話が入ってきて、この件これ間違いないかね、オーダーこれでいいかねとか、どういう、ちなみに何のアンプに使うのとかで、一応なんかそういう確認をして、買う人が勘違いをして後でこう返品されたりとか、そういろいろ文句言われたりとか、そういうのを防ぐために事前に電話していくんですよ。オーダーを入れると次の日に必ずかかってきます。それで、まあ、ちょっと番号がいつも見慣れない番号なんで、とりあえず留守電に回しておくと、後で聞くと、ああ電話入ってんだと思って必ず入ります。で、まあ、確認してくれるわけですね。まあ、一つのカスタマーサービスとしては非常にレベルの高いあれですけど、で、まあ、スイートウォーター、そういうことでスイートウォーターの紹介動画になってしまいそうなんですけど、スイートウォーターっていうのはあります。で、ここは在庫が結構ねいいんですよ。ギターセンターとまあ同じ、もしくは物によってはこっちの方が商品を結構、特にパーツレベルは結構在庫してたりします。まあ、もちろん日本じゃなくて、もちろんそのアメリカでの話なので、日本にシッピングしてくれるかどうかっていうのはちょっと私は知りませんけども、アメリカ国内においてはギターセンターを完全にこうライバル視しているところがあってですね、まあこれちょっと本当かどうか分かんないんですけど、こういう感じらしいんですね。で、倉庫があってウェアハウスがあって、ものすごい数、まあアマゾンみたいな感じでいっぱい、まあアマゾンかな、アマゾンと戦ってるのかなみたいなところもあって、ものすごくねきっちりしたカスタマーサービス、サポートがしっかりしてます。すごくいい会社だと思いますね。それで、ちゃんと予定通り、もうすぐ翌日にはすぐシッピングしてくれますしね、非常にいいと思います。まあギターセンターとの大きな違いは、ここのスイートウォーターっていうのは、新品ですね。新品、中古もあるようですけど、まあ、ほとんどメインでやってないように感じてます。新品のもののあれですね。で、これです。話は戻ってきました。マーシャルコードのペダルですね。フットスイッチ、なんか、あ、日本語書いてある日本語書いてありますね。何て書いてあるんだ。フルプログラマブルコントローラーってカタカナで書いてありますね。はい、要はプログラマブルコントローラーね。で、このなんかね、まあ、多分アンプが良かったからかもしれませんけど、まあ、早くやれってことかもしれませんけど、アンプが良かったかもしれませんけど、私ちょっとこのコードっていう字も実は気に入ってまして、なんか、うん、おしゃれだなぁなんて思いながら、個人的には好きです。で、本物かどうかっていうことなんでしょうね。お示す、こういうホログラフがちゃんとついてたり、まあ、マーシャルさんなかなかいいんじゃないですかね。で、商品名はこれです。PEDL、まあ、ペダルですね。ペダルの91009というやつ。これは、まあ、カタログによるとマーシャルのコードアンプ、コード25、50、100に共通して使えるものだそうです。はい、ケーブルついてるな。ほうほう、意外といいサイズですね。なんかディーセントな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じです。いいんじゃないですかこれで。まあ側はね、プラスチック、さっきの先日ご紹介したスパーク GO とは違って、これは単純なプラスチック
これがアルミだったらもっと良かったんですけどね。まあプラです、プラですまあコストダウンですね、ですね、まあこんな感じので、ケーブルがねちゃんと付属してまして、普通のあれですよ、このギターケーブルと一緒のものがついてます。これは、フットペダルとして当然使えますので、ギターの何て言いますかね、ギター用にも使えるとは思うんですけど、こういう付属してついてくるものっていうのは私はギターとアンプの間につなげるのはおすすめしません。なぜならケーブルのクオリティがねはっきり自信がないので。なのでその代わりこういうのはですね、あの薄っぺらによくありますよね、ギターついたらついてくるなんかペラペラのケーブル、私が以前動画でこういうのを使うのやめましょうみたいな、ああいうのはチューナーだったりとかフットペダル、ね、には最高だと思います。はい、でこのペダルのいいところは、あの普通はこうステレオタイプのねTRS とかを使うんですけど、これはシングルでしょ。だからもしケーブルに何かトラブルがあった場合はギターケーブルを代用できるんですね。まあ代用というかギターってケーブルを普通に使えます、汎用のギターケーブルを。それによっていろいろ操作できるってことなんですけど、これは正直個人的にはねどうやってんだろうと思うんですけど、っていうのがこのケーブル普通は TRS でこうねステレオなんかこういっぱいこうフェーズが分かれてるんですよね、2層3層4層みたいになってて、アップルとかのものっていうのは右と左とアースとマイクとみたいでなんか4層ぐらいになってたりするじゃないですか。でもこれってただの2層っていうかあれでしょ、プラスとマイナスしかないわけで、これでよく電源供給をしてかつプログラムをこうできるなと思って、不思議なんですけどね、どうやってやってんだろうな。まあそんなエレクトリックのところは別にいいとして、はい、でそれからちゃんとマニュアルが付属しております。これはありがたいですね。よくこういうのってマニュアルがなかったりするんですけど、マニュアルが付属してます。まあ、こういうのね、フットペダルが意外と高くてなんかもうなくなったのかな、もうない感じだったんですけど、あ、なんかいろんな言葉、あれ？いろんな言葉があるな。あ、日本語があります。日本語がありますね。日本語があります。ちゃんと日本語表記。まあ日本語どうなんだろう。ちょっと書いてるのが不安な準拠表明。ん？なんだこれや。こういうの英語で見ないとね。コンプライアンスステートメントか。なるほどね。はい。まあ、Google 使って訳したんでしょうけど、まあいいんじゃないでしょうかね。一応ね。なんで英語が入って、なんでフランス語が入ってんだまあいいや、日本語も入ってますし、ちゃんと説明書も入ってます。では、早速ね、ちょっとマニュアルを使っていろいろ実験をしながら、このペダルの良さっていうのをね、ちゃんと、やってみたいと。実際にこれを使ってみて、どういうふうに機能するかっていうところをやってみたいと思います。はい、それでは早速ねこのペダルを、使ってみたいと思います。今マーシャルのコードアンプに、このフットスイッチというところがあるのでそこに差し込みました。でここにボタン、これも1個しかないのね、ジャックはね、そこに差してあります。で実際にやってみましょう。どういう風に、動くのか、画面が一番見やすいように iPad の画面を右に置いてやってみたいと思います。まずねこの何もない普通の状態の時はこれを押すと、順番のパッチがね1番2番3番という風になります。ちょっと触ってみますよ。弾きながら行きましょうかね。フレキシークラシックって私がこの間作ったやつね。これを2番を、これが今1番に入っているので、これを2番を押すと、2番目のパッチに変わります。で、3番目を押すと、次のパッチに行きます。で
じゃあ次この4つ目ないけどどうやって行くんだってなると、この辺はねちょっとよく私もわからないところありますけども、1を押すとまた1に戻っちゃうんですよ。 1,2,3 なんですよ。でこのバンクっていうのがあって、これを押すと今 A でしょ、 A の3番目 A の 1,2,3 になってますけど、これバンクを1個押すとこれが B になります。はい、B の 1,2,3ということなので、これを見てお分かりのように、ここの番号ね、 B は10番台なんですよね。で A が0番台だから、これもう一回押すと C に行くと20番台に行きます。 C の、はい、21、22、23と。でもう一回押すと D に行くと30番台に入ります。じゃあせっかくのパッチのこの29番とかこの辺は出せないのっていうところなんですけど、どうやらそこはこのペダルではね出せないように思います。なので 1,2,3 に振り分ける必要があるようですね、セッティングの関係で。まあこれはボタンが3つしかなくって細かいとこいけないのでしょうがないのかな、限界なのかな、なんてちょっと思ったりもします。でちなみにこれ押すたんびにこう上がっていくでしょ、 E になって F、 G、IHI、J。J まで行くと、また次 A に戻るんですよ。で、行き過ぎることありますよね。A、B、C、D。ああ、ちょっと行き過ぎちゃったっていう時は、これはね、長押しすると戻ります。ずっと押しとくと、D、C、B、A と戻ってきます。で、A の位置を選べます。こういうペダルですね。なんでプリセットの位置保存するとき、このペダルを使いながらやる場合はプリセットの位置は気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。でこれはね、このペダルのもう一つのいい使い方なんですけど、クリッププリセットモードでしょ、スイッチモードっていうのがあるんですよ。スイッチモード、これは何かというと、各ペダルにそれぞれアサインされてるんですね。オーバードライブ系、それからモジュール系、ディレイっていう風に、これ標準で割り当てられてますので、このパッチの中のオンオフがここでできるんですよ。これはすごいと思います。で、これはどうやるかというと、例えば今、プレキシーのクラシック入ってますよね。このフットスイッチ 1,2,3、どれでもいいんですけど、これを長押しすることで、スイッチモードに入ります。でちなみに、これはですね、今 A の1であれば、1番を長押しすることをおすすめします。2を押すとですね、 A の2に入っちゃうんですよ。で A の3に入っちゃうんですよ。なので、この今の A の1でスイッチモードに入りたい場合、この1番を長押しします。さあ、そうするとこれ0となりましたね。 A っていうのが0になりましたよね。これは、今ですね、スイッチモードに入っているという印です。通常であればプリセットモードの場合は ABCD にアルファベットが最初入るんですけど、これが0になっている場合は、これはスイッチモードだということです。で、順番に、ここが先ほど言いました通り、それぞれのエフェクターに割り当てられてますので、実際にこれを踏むと、エフェクトがオンになったり、オフになったりします。で、実際にやってみましょう。この上のね、インディケーター、この3つありますけど、これがここに相当してます。で、赤がオン。グリーンがオフっていう状態になっています。今これは何かというと、ちょっとこちらを見てくださいね。これを見ていただくと、これですよね。ここにエフェクトの絵がありますけど、この白いやつはオン、オフ、オン、オンなんですよね。この1番を踏むと、ここのランプがグリーンになって、ここのエフェクトのボタンが赤になるはずです。やってみましょう。なりましたよね。グリーン、すなわち、この1番何が入ってたかというと、ガバナーですよね。ガバナーのディストーションがオフになったり、オンになったりします。赤がオンで、グリーンがオフです。で同じく、ディレイのボタン、ディレイ、これですね。ディレイ、これをオフにしたり、オンにしたりできます。実際に弾きながらちょっとやってみましょうか。で、今の状態だとこれオンになってるので、例えばディレイを全部オフにしますね、エフェクトをね。そうすると、これ、プレキシクラシックはこんな感じです。で、そこでディストーション入れてちょっともうちょっと歪ましたいなって言った場合はこれをオンにすると、
ますよね。そして例えばギターソロに来たからディレイを踏みたいなってなった場合、それはここを踏みます。でソロが終わったのでまたディレイを消したいんだったら、これを押せば消えます。リバーブしかかかってませんね。ちょっと分かりやすくするためにちょっとディレイを大げさにかけますね。例えばそうだな、ボリュームレベルをちょっと上げて、これを消すと、これはすごいね、便利な機能だと思います。ディレイのオンオフ。だってこれが足で切り替えられたらですよ。このパッチを、例えばバッキング用のパッチ、ソロ用のパッチって2つ用意しなくてよくなるので、1つの音に対してオンオフができるだけで、これはね、すごく有効かなと思います。で、合わせてこちらですね。こちらの方もディストーションオンオフ切り替えられるっていうことは、音を2種類出せるってことですよね。割と、これオフにした場合のちょっと緩めのオーバードライブを例えばこう弾いてて、ディレイ消しますね。で、それからマニュアルにも書いてあったんですけど、これはね、切り替えられるようですよ。まあ、こんな感じですね。とてもいい機能じゃないかなと思います。いかがだったでしょうか？これ、意外といいですよね。うん。アプリでできるから、いらないと思ってたんですけど、まあ、だってギターでこうね、ギターを弾いて右手左手使ってる中で、アプリをちょっと一緒に持ち上げてこうやるのってやっぱり正直めんどくさい。パッチはパッパッパって切り替えたいなと思って、まあ手は塞がってるんで足で切り替えるっていうのは最高だと思いますし、まあこういったところにチューナーだったりとか、いろいろなファンクションがアサインできるっていうのも一つのこのペダルのいいところだと思います。通常のペダルっていうのはこうね、2つとかしかなくって、パッチのアップダウンぐらいしかできないんですけど、まあこれは多機能なね、機能がついてて、マーシャルのあのコード25、まあ50でもいいですけど、コードアンプをもっともっと使いやすくする、便利にする素晴らしいアイテムだと思います。もしね、もうこれもなかなかね、なんかなくなりつつあるんですよね。今コードアンプもどんどん売り切れて、でコードアンプの100のヘッド、100ワットヘッド、あれ私個人的にはちょっと狙ってるんですよ。この25が思いのほか良かったので、100ワットのヘッドアンプ欲しいなと思ってるんですけど、もう生産中止になってますし、玉数も少ないんですかね。ですからもうないんですよ。中古ももうなくって、あれはセンドリターもついてるし、他のアンプ、あのキャビー、いわゆるセレッションと組み合わせたりとかいろいろできるので、
あれも興味あるところであるんですよね。まあそういうこともあって、このペダルもなんかどんどんなくなってきてたり、あと値段がなんかすごく高くなって、新品にもかかわらず値段がなんか上がってってんですよね。アマゾンで見る価格と、ギターセンターのオンラインで見る価格と、スイートウォーター、今回買ったところで見る価格は全部違いまして、スイートウォーターは 59.99、まあ60ドルですね。60ドルからアマゾンで見るとね、80ドルぐらいになってて、すごく値段に幅があったので、それはすなわちもうなくなりつつあるのかなというふうに思って、取り急ぎ買いました。中古もね、で中古も出てはいるんですけど、中古でも値段が本当に下がってないというか、もう10ドルぐらいしか変わらないので、なので私はね新品を買ったんですけど、まあ、もし皆さんもマジャラのコードアンプ非常に気に入られて、もうものすごく使い倒したいと思われているのであれば、このフットスイッチもコードアンプを便利にするアイテムじゃないかなと思います。最後まで見ていただきどうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンですね。よろしくお願いします。ヒロでした。バイバイ。